こんにちは、ネモです。アナザーエデンやっていきます。今回は、魔獣王を倒した後からの話ですね。続きやっていきたいと思います。だから倒したの僕だけどね。また会いましょう。武器の素材とかがいいかな、報酬。あ、全然話し合いにならないんだけど。エミちゃんどっから飛んできたんですかね、そういえば。ああ、なるほどね。賢いな。地震か。うん。なるほどね、確かに。エミちゃん、ここで仲間にまた習ってくれるんですかね。おお、一緒に頑張ろう。チームホゲスとして頑張っていきましょう。で、結構いろいろ出てるなと。ではこの風のプリズマ押すみたいなやつはなんか序盤に出たけど何も進展ないな。そうっすね、サブクエ結構出てますけど、これは裏で、これ誰のサブクエだろう。おう、シオン。なるほどね、裏で処理しておきます。で、未来に戻りましょう。これ食べたく？一応ね。では、未来に行きましょう。物語も佳境に進んできましたね。で、確かに。情報通だな。行きましょうか。この街も久しぶりだな。で、こっから飛べないか。お、いましたね。それだけ？そんなこと言ってると荒らしちゃうぞ。荒らせなかった。なるほど。伝説の酒。浮かれパンチ。ああ、なるほど。時空の旅をするわけですね。
うん、このマップ機能がめっちゃ便利だな。一番初め使い方わかんなくてずっと徒歩で行ってましたからね。で、ロットルの村と酒バーかな。おっちゃん、違う、晴れ。え、ロットルの村ってここじゃないの？どこで誰が来るんだろう。じゃあそうですね、民家かな。じゃあちょっと民家を探る。おお、来た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 、ちげえわ。お、あ、違うわ、当たったかと思ったんだけど。この石像どっかで見たことありますね。なんかこう、なんかもっとこうハートにズキューンときてボヒュンとなるようなインパクトが欲しい。うん、いいよ、使ってくれ俺の体を。ははは、ちょまずいね。うん、これもしかして未来変わるとこないよね。さあ、ここは外れでしたと。お酒どこなんだろう、全然わかんないや。女の子はさすがに知らないか。あれ？ちょっと俺はお酒でいいよ。ん？なんだって？ほう、山岳の方にいると。この情報かな？今回ちょっと緑のびっくりがないんで何ともわかんないっすね。 あったわ。強敵勝っとく？どうやっていくんだろう、あれ。頑張ります。勝っておごら。猫ちゃんがいる。強くなったなお前ら。あ、ここ通れるやん。あ、君か。あ、浮かれパンチ発見しました。アヒン、アヒンって。お、戦闘モード。普通の打撃でいいんじゃないか。罪だね、確かにね。
車手に入れられましたと。で、L 字に戻る前に一つ、この強敵を上の方処理する。多分もうここ来ないと思うんでね。倒せるだろ。あ、でも結構強いな。うん、結構硬いっすね。一発じゃ倒れない。もういけるかな。うん、オッケーですね。トマホーク。グローブ。スカルグローブ2って強いやつじゃない？あ、結構取っといた方がいいっすね、じゃあ。やっぱアナザーダンジョンのレベル上げは非常に重要だと思いますね。あそこで稼いどくとかなり冒険は楽になりそうですね。お、そんなところに。うん、なるほどね。まあちょっと食らうけど大丈夫だな。死ぬことはなさそうですね。もう一匹の恐竜勝てるかな。そろそろ。しかも MP がないな。なにこれ、裏ダンジョンみたいなんだけど、さらにブラッドチョーカー。へえ、あ、こんなとこあったんですね。ちょっと進む。あ、なんかいい武器かな。エメラルドバン、特に何もなしかって感じですね。じゃあここくるくるって回っていきますか。うん、なさそうだね。はい、では未来に戻りましょう。で、まだ15分ぐらいですね。しょ、うがりパンチ持ってきましょう。うん、サクサクストーリーをご紹介できてだいぶ楽ですね。僕の方ももっと裏でレベル上げした方がいいかもな。さあ、いきます。せう。うん、早くもう謎解き、まあどういうストーリーなのかっていうのを展開させて話の本筋を見ていきたいですね。
普通に喋っとるやん、飲んでないのに。ゼノドメイン、ありがとう。おやさん、なるほどね。有能だな、リーカ。セバスちゃん、子供でしたっけ、あの。さ、セバスさんに早速会いに行きましょう。久しぶりに遊んであげましょう、あの子とも。で、うわ、サブクエめっちゃ、キャラクエめっちゃ出てますね。ピンチもピンチよ。お、助けてくれるんだ。なるほどね。手に入れましたと乗ればいいのかな。ご協力ありがとうございました。どうぞ。軽っ。さあ、行きましょう。で、なんかびっくりしてますねと。こっちにも一応行けますけど。確かにそれっぽいやつがいますね。後ろの3人人なのかな、そもそも。確かに怪しすぎるな。教えてくれた。藪の中だってなんか初めて聞く表現ですね。闇の中ではないのか。ほう。うん、なんかよからぬことが起きそうな感じだな。うん、さっきのとこですね、おそらく4人いたのか。ああ、やっぱロボットでしたね。なるほど、いいな。僕もロボット欲しいな。さあ行きます。
うん、なんかテイルズみたいだな、本当に。僕がやったシリーズで展開に登っていくってありましたね。ロイドとコレットちゃんってやつね。シンフォニーかな、多分。ここで決意を新たにして冒険に行くわけですね。サイラス、サイラスちょっと笑うな、やっぱ何回見ても。ファントムダスト。また何でそんな膨らますん。さあアクアスプレッド、これで十分でしょ。おう、ウィークだ。一撃でした。マイティ君いればかなり楽そうですね。うわ、ラストダンジョンっぽいけど、まだあるよね、多分。でもラストダンジョンっぽいっすね、なんか雰囲気が。いや、これアプリってすごいな。毎回プレイしてて思いますけど、グラフィックとストーリーの作り込み方にも、これほんとアプリなんて感じでプレイしてますね、僕は。毎度毎度。多分敵出るよね。うわ、目が覚めた。うん、大丈夫っすよ。すいません、ゲームが一瞬落ちたのでまた切ってつなげて戻ってまいりましたと。戦闘が終了して特に何も変わってません。続きいきましょう。こっちから行きます。ああ、やばそう。反対側。結構ダンジョン長そうっすね。強っ。まあ、反対側しか行けんっすね。うん、シュエットちゃんの槍攻撃がやっぱ冬のキャラに有効なので、まあ、全体攻撃してれば大体一撃で仕留められそうな感じですね。うん、こいつらには効かないか。なんだろう、ロック。このダンジョン結構長そうっすね。ある程度で止めようかな。ちょっと雰囲気やりながら、先が長そうであれば止めちゃいます。パスコードとか出てきてるもんな。
うん、これはもう明らか長そうっすね。ともう一個ぐらい見とく？じゃないね。いてくれてよかったよ。ナイスシュゼット。いやこりゃ長いというか強敵、まだ強敵がいたのか。あかん、こいつを避けながら行きます。うん、このダンジョンかなり長いな、これ多分な。ここぐらいやってみます。ここぐらいやってみるか。まさかこんなにレベル上げしてまだ強敵が出るとは。普通のダンジョンで。目が覚めた。僕に的にはそれがびっくりでした。眠くなっちゃった。おーい、おーい、おーい、調整むずいぞ。ここが死に場所と見たい。当たってしまったんだから。ここで終わるか。ちょっと戦ってみます。493は耐えれるけど、まあそれ以降の攻撃ですねに耐えられるかどうかって感じですね。この強敵いったら終わりだな。でも全滅しそうなら逃げて終わります。なんか縛りきついな。いや、二つ縛られたんだけど。あ、戻りましたね。やっぱ睡眠とかがめっちゃ大事やな。まだまだこちらが有利だ。ちょっと怪しいけど使っちゃうか。半分切ったんで攻撃パターンが変わるのがちょっと怖いですね。オーロラフォースを使います。毒はまだいってますね。いけそうな感じするけど、なんで赤なんだろう。それの、いやもうちょっとなんかあるだろう、もうちょっとなんかあるだろう的な感じしますけどね。もうこっち打っちゃうか。さあ、癒してくれ。やっ
うん、うまく立ち代われましたね。で、毒だね。え、いけそうじゃないこれ。自爆とかかな、ちょっとわかんないですけどね。これ終わったらこの回は一旦終わりかと思う、終わろうかなと思ってます。うん、これもいけるな。あとはご利用していけますね。うん、大丈夫でしたね。制圧用赤色棒。はい、ということで赤の強敵なんとか倒せましたね。何が難かったんでしょうね、この赤色は。あれで回復系のコマンドを潰されると、まあ、確かに詰みそうかなって感じはしましたけど、なんとか倒せそうな感じですね。はい、で次はここから続きをやっていきたいと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんのLIKEボタン、コメントお待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。